こんにちは、こんばんは、おはようございます。 4N ワークの ENT です。今回は統合失調症、双極性障害の心理論、三層交流感情論について説明していきたいと思います。私が精神病院に入院しているときにノートにメモしてあった資料をパワーポイントにしてまとめたので紹介します。三層交流感情論、統合失調症、特に双極性障害に関することです。で、私が勝手に命名した理論ですが、三層交流感情論になります。統合失調症の特に双極性障害、双鬱の症状のメカニズムについてまとめて書いてあります。目次1、三層交流感情論度は2、陰極性感情、無極性感情、陰極性感情とは。3、三層交流感情論分布の基本概念。4、霊、うつ、躁状態か、躁状態、陰極性感情多状態。5、霊、無気力状態、無極性感情多状態。6、霊、うつ状態、陰極性感情多状態。7、全感情、陰極性反転障害、躁からうつへ。8、全感情、陽極性反転現象、うつから躁へ。9、全感情、陰性反転現象と全感情、陽極性反転現象のイメージ。1、三層交流感情論とは。三層交流感情論とは、電気の三層交流のように人間にも感情の波は主に3種類あり、その波が複雑に入り混じった状態だと予測した。で、その3つの波は陽極性感情、無極性感情、陰極性感情の3つに分類されると仮定した。補足、電気の三層交流電源の波形に似ているので三層交流と命名しました。微妙な電気圧っていうのもあります。2、陽極性感情、無極性感情、陰極性感情とは。陽極性感情とは気持ちいいことやワクワクすること、楽しいことなのである。で、無極性感情とは無感情や無関心、無気力、倦怠感など。陰極性感情とは辛い、死にたい、マイナスのイメージです。補足、毎日生活を送る上でのストレスや感情は大体この3つに分類されます。3、三層交流感情論分布の基本概念です。まあ、うまく3等分するとこんな感じになります。人間の感情は複雑で、複数の考え、思いが入り混じった状態になっています。4番、例題です。うつ状態、陽極性感情多状態です。極端に言うと、陽極性感情が 98% で、 1% が無極性、陰極性の感情になります。極端な例ですが、プラスの状態がほぼマックス、記憶が飛ぶほどの躁状態のグラフです。5、0、無気力状態、無極性感情多状態の、まあ、グラフになります。極端な例ですが、無の状態、ほぼ何もしたくない感情の状態です。6、霊、うつ状態、陰極性感情多状態。まあ、これも極端な例ですが、うつの状態、ほぼ身体つらい感情の状態です。7、全感情、陰極性反転現象、うつから、躁からうつへ。全感情、
陰極性反転現象、腸から移れ、全感情陰極性反転現象とは、陽極性感情状態から陰極性感情状態が 100% に達したとき、陰極性感情状態に反転することを言います。陽極性感情状態が 0% から 100% までいって、エネルギー使い果たして、一気に辛くなる状態のことを言います。脳に備わっている感情コントロール機能の一つだとも思われます。そのまた逆に8番、全感情陽極性反転現象、鬱から揃え。私はこれも経験しました。全感情陽極性反転現象とは、陰極性感情状態から陽極性感情状態が 100% に達したとき、陽極性感情状態に反転することじゃん。こちらも脳に備わっている感情コントロール機能の一つだと思われます。9番、全感情陰極性反転現象と、全感情陽極性反転現象のイメージのグラフになります。青い線のグラフが陰極性かな、陽極性が赤色で黒が無極性、一気に反転します。マイナス 100% から 100% になります。また逆でマイナス、あ、じゃあ 100% からマイナス 100% になることもあります。この 100% からマイナス 100% が縦軸で、横軸が時間の経過です。打つからそうへ、そうから打つへ、一気に変わるのがわかると思います。全感情陰性反転現象ではなく、全感情陰極性反転現象です。また、全感情陽性反転現象ではなく、全感情陽極性反転現象です。すいません、極は抜けてました。で、以上が、統合失調症のメカニズム、特に双極性障害はこのような感じのイメージの症状変化だと思われます。ご参考程度に以上です。お大事に。バイバイ。